3、2、1、0。12月の20日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーき。12月の20日、今日はブリの日だそうです。ブリといえば、かわいこぶるのはよせ、それはかわいこぶりっこ、名古屋弁でやっとかめ、それは久しぶり。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。昆布巻きのご注文多数、うなぎ巻き、たらこ巻きが急上昇。この時期、海鮮丼ぶりに青み山椒の佃煮がぴったり合います。海鮮丼ぶりに青み山椒の佃煮をたっぷりとたっぷりとかけます。あとは食べるだけ。本当に効かります。あなたもしびれる美味しさ味わってみませんか。店長まっちゃん、最近紙が置いてくるってよく言ってます。いっぱい紙がいるもんです。